のメモリークローバー第40ピーチ本日も皆様と素敵なページを作っていきましょう。いや迷ったわ迷いが出た迷ったわ、もう、ね、ブレブレだった、うん、もうなんかもうダメだった、絡まっちゃった、うん、ワンバンさせてから打つかそのまま行くかみたいな、うん、あそうそうそうテニスでいうところのそうそうブレちゃったね。ノーカットでホームにバックホームするか中継を挟むかどうしようと思ったけど確かというわけで始まりました第40ページでございますけども、はい、はい、よろしくお願いします。今日はね、いつにも増して大ボリュームでお送りできるかと思います大ボリュームで、はい、お送りしていいんですか。あ、お送りしてください、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ちょっと回線が重いですか。重いですか。閲覧がバグってるよ、うん、閲覧が一瞬バグずり、はい、バズってないバグズライフでお送りしていきたいと思います、うん、よろしくお願いいたします。バグズライフはい、よろしくお願いいたします。お願いします。いや、なんかじゃ最近よう落ちるよね、なんかね、てかこの定期配信の方が落ちない、なんか最近かっこ、この1年って感じですけどよく落ちる、うん、だから月曜のこの時間ってことなのかな。あ、この時間ダメなのかな。だって自分でやってる時全然落ちたことないから、まあ、確かにそんなに、うん、まあ、この前落ちたけど、やっぱ4人いるから重たいんじゃないですか。ああ確かに、うん、そんなことあるありがとう、うん、なるほどね。もうボケちゃった、うん、今日はあんまボケないって決めてたのにね、うん、なんかスターちゃんが最近なんか自分がツッコミに回っててなんか3人ボケてるなって言ってたから、うん、ちょっと僕もね両方できるようになろうと思って、うん、あ、じゃあ両方やります今日は、うんよろしくお願いします。いや、運じゃないの、お願いします。絶対、まあ、本日の主役ですからね。本日の主役ですから、ボケもねやっていただいて、うん、ツッコミもやっていただいて、好きな時にね、はい、好きなことをやっていただいて、好きな時に好きなことを、あれやりたいな、あれやりたいな、なんかまあ一つトークがあって、そのトークの最中もう全然突っ込まないんだけど、はいはい、じゃあこの辺で終わりにしようかなって、はいはい、話題が終わった時に一番突っ込みたかって突っ込んでもらうそれ別の機会にやりませんかそれ別の機会にやりませんか。なんで今日って、ね、一回も突っ込みは入らない、うんうんとか言ってジュニア小籔フットなのよ、知ってんのよ知ってんのよ、その企画僕も好きなんだけど、あれむずいと思うで、むずいと思うよ、あれむずいと思うよ、うん、あれは歴がた、ね、結構試されますからね、うん、本日は何の日ですか。今日は本日ははい、ウーバーワールドの拓也さん誕生日です。あ、おめでとうございます。はい、そう、確かにそう、確かにそう。もう一個あります。あ、もう一個あります。どうぞ。ユリーカノンさんの誕生日。うん、あ、いやいや、おめでとうございます。おめでとうございます。あの、もう一個あります。あ、もう一個ある？あ、アルファキュンの誕生日。うん、バカ。三回目に行け。バカ。行け。どんだけマジで誕生日か多すぎんなって今日マジでね多いねん、うん、本当に多いんよ今日、いっぱいおるよ、うん、本当に多いの、はい、でも誕生日は自分でコントロールできないんで、そう今日はシャケミーの誕生日でございます。おめでとう、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでたい、 ありがとうございます。スケミーを決定戦になっちゃった。誰なの、ね、うん、スケミーを決定戦になっちゃった。スケミー、うん、ありがとうございます、うん、まあこういうね、うん、イベントごとの時に大体回線が重くなるんですけども、なんでね、やばい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 、ね、これね、うん、でもちょっとしたら治るんじゃないですか。重い人やってます今。重い人やってます。見てくるわ、うん、重い人やってますか。やってるね、うん、あ、やってんだ今日、うん、やってるわ、やっぱ誕生日だからね、うん、そんなか重なってる。いやでも違うな、ちょっと違くない、うん、単純に調子が悪いかもね、うん、あ、えらい調子悪いですね。ちょっと皆さん頑張って更新たくさん押して、更新たくさん押して、更新たくさん、あ、もう、すごいことなってる、すごいね、うん、え、はい、何再生くらいいいですね。ちょっと待って、重すぎん、重すぎ、ダイエットしなきゃ。ああ、落ちちゃった落ちちゃった、あ、僕の画面も落ちてしまった。ちょっと画質悪くしたら治りました。だってでもこっちできないもんねちょっと待って、ツイキャス重い今、ちょっと見に行こう、どうだよ、ただ落ちないよ、うん、全然重くない。もしかして、うん、俺のせい。なんでなんか設定変えた。いや変えてないな今。いやでもさ、あのなんかレートが高い時って一気に落ちるからさ。あ、じゃあ関係ないわ、うん、ちょっと下げてみればいい、うん、いやもう変わらんよ今やっても。あ、でも安定してきたかな、安定してきたかな、うん、じゃあ安定をね祈りまして。あ、始まってた安定を祈りまして、安定を祈りまして、はい、乾杯、はい、あ、乾杯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 、チーン、
カチン、ありがとうございます。はい。カチン。ずっとシャケミーさんが自分って言ってるところでループしててちょっと面白かったですよ。自分今は大丈夫。あ、よかったよかった。今大丈夫な時に変なことをしてしまいました。申し訳ございません。切れてる時にやればよかったのに。オッケーオッケー。うん、めっちゃなんか、はい、お茶爆もありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、私、誕生日なので、はいはい。あ、おめでとう、誕生日なのでね、はい、本日はちょっと、あれやっちゃいたいと思いますよ。はい。はい。はい、ね、8月16日ね、はい、スタンちゃんの時もやりましたけども。はい。始めちゃいたいと思います。いいですよ、お願いいたします。いいですか、早速。はい、はい、それでは第1回シャキメオ決定戦、始まります。楽しみにしてましたよ、これを。、うん、ずっと言ってたもんね。そう、ずっと言ってた。スタンちゃんの企画が終わってからずっと言ってたもん、ね、うん、終わってから4ヶ月ずっと言ってた。もうずっと言ってた。終わってから誰よりも待ちわびてんじゃん、うん、誰よりも待ちわびてた、うん、はい、まあ企画の簡単な説明なんですけども、はい、うん、まあ僕が問題を考えてきました。はい、この3人に出す問題ね。誰が一番僕のことを分かってくれてるのかと、うん、見てくれてるのかというところをちょっとね、うん、競っていきたいと思います。はい、はい、優勝したい。負けた人は、うん、負けた人は今回もお茶バッグ500をここに投げてください。そっか、そう、前回と同じです。オッケー、前回と同じです。前回投げたんだよ。オッケー、やったのじゃないか。前回は丸ぐりちゃんが投げました。うわ、僕今回もう何もあの甘ギフとかないんで、うん、でチャージができ、あのチャージマジでできないんですよ、うん、うん、確かあれクレカ経由でやんなきゃいけなくて、はいはいはい、今僕持ってないんで。じゃあ勝つしかないです。勝つしかない、絶対負けられないですね。じゃあ勝つしかないです、うん、本物の負けられない戦いがここにあります。まあ勝てばいいんで、うん、待って、500の画像変わってる。変わってます。あ、変えたんだ、ちゃんと。変えてます。あ、気づかない。危ない危ない危ない。やべ、やってねーとか思っちゃってね、完全にその罰ゲーム自体忘れてたからさ、今、ね、あ、うん、あ、よかった。僕は覚えてたんで。あ、よかった、ありがとう、うん、僕は用意しました。3月のお茶爆の画像何にしよう。いやー、画像を変えてるんで、はい、楽しみにしといてください。はい、楽しみでございます、うん、じゃあ、ね、じゃあ皆さん音追してもらってね。はい、シャケミヨ始まりますと、はい、さっき音追したけど、もう一回やってください。リスナーの皆さんもね、音追しちゃってください。うん、シャケミヨ最初からもうシャケミヨしか興味ないんで。あ、オッケー、ありがとう、うん、大丈夫、もうおっしゃってる人は大丈夫です。でもまあさっき回線が落ちたから、実質なかったことにしてもう一回音痴するわ、うん、あ、500の画像ほんと草だって見てる人いるな。ダメだよ、みちゃん。ダメだよ、ダメだよ、みちゃん。ダメだよ、みんなね。ダメだよ、あ、うん、まあいいけどな。ダメだよ。あ、ありがとう、みんな音痴しといてください、うん、シャケミヨ2020始まります。はい、やばいよ、決定戦やるぞ。はい、今までこういうシャケミ王的な企画僕本当やったことないんで。なるほど。この8年分、うん、詰まってます。お、本当にね、出題範囲は8年分です、うん、8年。くぅ、自分でさ自分の問題考えるの結構難しくない？あれね、むずい、マジで、うん、新規だからな。マジでむずい。そう、難しいんだよ、そう、新規、うん、新規だからな。そう、インディーズの、インディーズの頃知らんのよな。あー、インディーズの頃、うん、インディーズ時代ちょっとずっとインディーズだわ。なんだったらメジャーにはなっておらんわ。安心してくれ、うん、今もインディーズだわ言ってしまった。メジャーはあのね、ショット契約でしかやってないから、うんうん、あ、ショットでね、うん、あ、なるほど。イグジット、チューンズとかね、ありましたけども、だからハドクローの時に、前回の自分で問題出した時に意外と難しいんだなと思って、うん、でちょっと気持ち優しめみたいなのも入れつつ、うんうん、まあ覚え、まあでも覚えてたら答えられると、うん、はいはいはい、そんな昔の問題じゃないやつもあるんで、うん、なので リスナーさんも一緒に考えてくださいという感じです。はい、ということでポイントが入ってます。イエーイ。やばいやばい。やばい、現在このようなポイントとなって。タイダがバレてしまう、タイダが。うん、いやいや、別にいいんだ、はい。先ほどね、網だくじで決めさせていただきました。前回のそのまま引っ張り出したタイダがバレてしまう、俺はね。いや、全然いいよね。ハンデがね。はい、ハンデがついてる、まずいですよ。ハンデがついてる。じゃあまあ今回はね、シルグリスタンのね、バトルということで。はい。シルグリスタンのバトルでございます。はい、じゃあこの人は消えろ、うん、いいね、シルちゃんがすごいね、気持ち悪がってると思う。僕のポイントいらないのかこれ、うん、今回、うん、シルちゃん絶対これ見ながらね、うわ気持ち悪ってなってるけど絶対直さないから、ジンマシン出ちゃうから早く消えて。絶対直さないから早く消えて、うん、どれどれ、うん、ああ開いてると、ほらこの俺の目のとこに入るようにね、もう、そうそう、うん、めてジンマシン出ちゃう、絶対直さないから、そんなすぐ修正できんちゃう。一瞬じゃん、そんな修正の前に。絶対直さないです。ちょっとバックスペース絶対直さないの。バックスペース一回押すだけやねん。オッケー、はい、
じゃあ自分で考えてきたからな、答えられないとちょっと悲しくなってしまう問題もあるんですけど、まあそこはやっていきましょう、うんうん、はい、じゃあ、回答問題1から、はい、うん、書いてあるの、ね、なんだこれ、えそんな変な問題ありま、あ、カエルが書いてあってね、あーもうちょい上やな、ここでいいかな、カエルじゃない、あーって見ますから、カエルじゃないよ、うん、あーこういうことね、そう、うん、これで見える？見えます、よし、オッケーやね、あ、じゃあこれで、うん、まあ、3人が答えパッパッパって言って、はい、言ってきます、答え最後にパッって言って、はい、ね、いいですね、はい、素晴らしい、素晴らしい、それでは始まります、射撃王決定戦です、はい、お願いします、イエーイ、じゃあまずは、うん、まあ1問目はこれでしょうという、はい、第1問、せーの、1問目はこれでしょう、もうちょい大きくいけるな、ちょっと待ってね、こんぐらいか、ギリ、めっちゃ簡単やん、めっちゃ簡単な方でいいの、いや、そうです、まあ、深読みとかありますからね、これはね、そうそうそう、簡単な方でいいのかな、てか待って、これあれか、あ、3人、ね、深読みすぎて間違えるっていうのも、まあ、ありますからね、これは、うん、はい、3人でいいのか、これ表示すんの、 あ、いや4人でいいよ、最後に打ち込むから俺は、オッケー、了解、あ、というわけで問題1、はい、シャキミが一番好きなアーティストはお願いします、はい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 、もうそのままです、何も補足はないです、これはまあ1問目なのでね、まあそうですね、あ、王冠、王冠はね、イラスト屋さんからね、また取ってきましたね、僕はイラスト屋に絶対の信頼を置いてるので、ね、はい、ありがとうございますこんな背景もあるんだね、あ、そうそうそう、あ、これイラスト屋じゃない、これはなんか引っ張ってきた、あ、適当にびっくりした、びっくりした、イラスト屋最強じゃんと思ってた 3D になっちゃう、突然イラスト屋なのに、ね、王、そうだね、王座とかはなかったの、イラスト屋、はい、いけます、いけますか、はい、じゃあいいですか、3人とも、はいはいはい、じゃあ問題1、はい、せーの、ドン、おお、3人とも、うん、来ましたね、これマジからね、はい、上からウーバーワールド、シルバ、マルゲちゃんウーバーワールド、シルちゃんもウーバーワールド、はい、スタンちゃんもウーバーワールド、もちろん、はい、うん、じゃあというわけで正解は、はい、正解はこちら、ウーバーワールドです、イエーイ、まあさすがにね、さすがにね、さすがに余裕だよ、さすがに、まあ、これは何ポイント、10、1個、あー、10でいこうか、うん、10でいこう、うん、ありがとうございます、ね、うん、コメント欄もだいぶ正解してたので10でいってと後半5寝れば部分点もらえるから、いやダメだよ、今回5000がかかってるから、うん、1点だと難しいんだけど、うん、今回は5000がかかってるからダメだよ、ちょっとそれは、うん、まあまあ、ね、年にね4回ある企画だからば、うん、ちょっと罰ゲームもそんな感じになるんですけどね、うん、はい、よし、いや、よかったよかった、とりあえずよかったよかった、1問目から間違えた、いや、これはね、さすがに、危ない危ない危ない、軸担ぎ第2問、次行きましょう、はい、第2問、でん、どうぞ、まあ、まだそんな、そんなそんな、まだそんな、あれ誰だっけ、男性か、なんだなんだ、あ、一番好きな男性声優は、男性声優、はい、問題2、シャキミが一番好きな男性声優はという問題ですけど、あ、ちょっと待って、いや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 、これはあのね、うん、女性だったら分かんないと思う、いや女性も分かる、待ってこれね、分かる気がする、いや、いけるいけるよ、これはと、一番好きな、うん、これはちょくちょく言ってたよ、うん、え、ちょっと待って、これさ、なんかさ、デジャブじゃない、俺なんかすげえ、そう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 、分かる分かる、めっちゃデジャブな気がする、てかまあこれスタンちゃんも出したんよ、問題出した、うん、スタンガン王でも出た問題、ちょっと踏襲させていただいたんだけど、うん、え、俺これ夢で見たことある気がする、うん、夢で見たことある、うん、お前は何言ってるんだ、まさ夢、うん、で YouTube ってなんかさ、すげえ見たことある景色出てくんだよね、うん、俺え、これね、俺絶対間違ってる気がするもういいか、これは、まあ、正直何回も言ってますから、こんなんもうあれだよ、ね、そうだよね、イージーもこれね、いや一番好きな声優さん、こんなんめっちゃ簡単で、イージーもイージーだよ、まあまあ、あ、もうむず、まだあ、絶対違う、絶対違う、まあ、ね、一番好きな男性声優、これはまあイージーですよね、まあ、イージーなんだ、まだあ、もうダメ、わからん、うん、絶対違う、決めました大丈夫、はい、決めました、もう余裕も余裕よ、マルグちゃんも大丈夫、うん、大丈夫大丈夫、よし、オッケー、うん、じゃあ3人みんなもね、はい、せーので開けますよ、はい、はい、いきます、せーの、ドン、なるほど、そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん、なるほど、そうじゃん、待って、スタンちゃんが宮野守、はい、マルグちゃんが宮野守、はい、シルバーナが森久保翔太郎ということで、はい、じゃあ、まだわかりませんからね、じゃあ正解発表します、はい、正解は、はい、こちら宮野守です、イエーイ、簡単すぎて
簡単すぎてちょっとミスっちゃったわ。よし宮野守です。これはもう何度も何度も言ってるよ、そんなの。何度も言ってる、何度も言ってますよ。森久保さんも好きっすよ、もちろん、うんうん、けど一番だからね、やっぱね。いやもうだって今からってシルバーナってひらがなで書くとどう書くでしょうみたいな問題でもなってくれ、えみたいな。それは間違いないんだけど。いやさ、なんか夢の中で俺木村昴と迷ってた気がするんだよね。いやいやいや好きだけど、好きだけど、一番って言うともうなんか、うんずっと言ってたよ、確かにね。宮野真守が本当に一番尊敬する声優さんですっつって、はい、僕はね、何度見てましたよ。はい、ということで、うん、次かグリちゃんとスタンちゃんが YES。 あーやばいよやばいよ。いや申し訳ないけど俺ね、もうあの余裕ねえからギラギラしてる目が見えてないけど、俺ガチ枠で行くからよろしく頼む。ガチ枠来たよ、怖いよ怖いよ。じゃあ次行くぞ、次行きましょうね。じゃあよしよしよし、じゃあ3問目行くよ、せーの。まだね3問目もいけると思う、全然。くそー、3問目まだまだいける。間違えろ間違えろ、間違えろ、ビーム打っとく。うわー、いやいや、これは出すでしょ。シャケミーのニコニコ動画の初投稿日はということですね。あ、初投稿日、初投稿日はね俺大丈夫なんですよ。初投稿ちゃんと、ね、これはシャケミー用ですからね、出すでしょ。これはねちゃんとリサーチしてきました。昨日あの寝る前にあのちゃんと見ましたんでなんか予習しやすいと思って予習をしてきました。この辺はねさすがに押さえておかないと絶対出ると思って。水を得た魚はい、大丈夫です。あの僕がシャケミー用たるゆえんですから、よろしくお願いします。いや怖い怖い怖い、やばいやばいやばい。まあ、本当はこれを1問目にしようとも思ったんだけど、意外と分かんないかもしれないなと思って。え、あれだよね、2000何年からだよね。あ、いやね、そこはいいや。あ、日付だけ。何月何日でいいや、何月何日。何月何日、何月何日でいい。何月何日、うん、オッケー。まあ、自信があれば何年から書いてもいいけど。追加点入るんだったら書く。いや、そんなもんねえよ。ああ、じゃあ書かない。追加はやめよう。いや、大丈夫、大丈夫。365分の1だから。やべえ、全然分かんねえ、どうしよう。いける。いける。365分の1だから。あれいつだっけ。いける。大丈夫。だってね。大丈夫だ、大丈夫って言ってね。いや、うん、全然大丈夫じゃん、もう分からん。うん、意外と分かんないんだよねこれ。0.25% ぐらいでしょ。あれいつだったっけ、なんか。これは思い出せ。そう。オッケーオッケー。いいよ。時間は全然あげるからね。うん、まあ、シャケミー王だから。そうね。ちなみに俺ね、この前後ね、いろんな人のいろんなイベントがあって俺すごい覚えてるのね。ほう。はい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 。うん。ダメだ、全く出てこない全然これ無収しやすいところだなと思ってる。結構そうなのよ、うん。まあでも365分の1ですからね。うん、365分の1ですから。パチンコか、うんあれだ、よし、俺はもうこれですね、この日だわ。うん、よし、準備できましたか、うん、準備できました、うん、できた、 OK。 じゃあせーのでいきますよ。はいはい、いきます、せーの、どうぞ。どうぞ。おー、スタンちゃん4月1日、シルバナ5月25、マルグリちゃん1月26ということでね。はい、なるほどなるほど。じゃあ正解を発表します。はい、正解はこちら、1月26日です。1月26日です。それはあの僕の誕生日でやってもらっていいですかね、スタンちゃんの方は間違えちゃったかな。マルグリちゃんが5月25なの。違うよ、違う違う、え、4月1日、4月1日、そう、あ、ごめんごめん、ちゃちゃちゃ、4月1日なの、うん、マルグリ王じゃなかったんですね。マルグリ王なんですよ、それは。あのね、もうボケ点入るかなって思って覚えます、うん、入らないです。うん、ダメか、なんだったらマイナスしたいです。やめてくれ、うん、しないけどはい、というわけでグリちゃんが30点ですね。いや、ちゃんと待って、やばい、予習したの分かるでしょ、これ。いや、そうだ、完璧よ、うん、あれ、うん、かつてこの手のクイズ勝負でグリちゃんが先頭に立ったことがあったでしょうか。いやいやいや、あったとか、あっただろうか、うん、前回あれとか言って、今回本気だぞ、うん、今回本気だぞ。やっぱ金がかかってると強くなる男やっぱね、うん、やばい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 、桃鉄でご存知の通りなんですよ、まあ、まだね3問目なんで、はい、ね、まだ全然あるんで大したことねえよ、はい、ハンデ、ハンデ、ハンデだよ、うん、全然。こっからマルグリちゃんが1問も正解しないかもしれないよ、うん、あ、そう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 、うん、じゃあ4問目ね。じゃあ4問目いってください。いきますよ、お願いします。はい、さあ問題4、問題4、2015年に企画された NHK 歌ってみたツアーでシャケミが歌った曲はということですね。はいはいはい、あのこの問題なんですけど、うん、なんとですね、我々が一番最初に集まった企画がなんと NHK 歌ってみたツアーなんですね。はい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 、そうね、この4人がまだシルクリシャケンガンとか全然できる前ですね、へ、うん、そうそうそう、なんだっけあの曲、まあ、曲名とかもねあるからね。あのね、曲名なんだっけみたいな、曲名出てこないです僕。そう、そうなんだ、そういうところ曲名ね、あの曲ね、知らない曲だったんよえ、知らない曲だった、あの曲、知らない曲だった、めっちゃ本当に、うん、有名な曲やん、めっちゃ有名な曲だったよ。ちょっと待って、マジで出てこねえわ、ちょっと今頭の中で再生してるから、
さあ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 、これリスナーさんにとっては簡単なんじゃないですか。え、これさ、その通りだよな。どうだろうな。歌っちゃうともうだってそうダメだよ。ダメだから、それはダメだよ、許されないよそれは。それは許されない。今回金がかかってんだから。ね、あ、違う、待って待って、知らない曲歌ってたのマルグリちゃんか。どっちだ。あ、俺じゃない。ちなみに俺このツアーのマルグリちゃんの曲めっちゃ好き。うん、ミックスジュースね。待って待って、思い出してきたぞ。ダメだよ言っちゃ、金がかかってんだから。あ、ごめんごめんごめん、うん、すまんかった。すまんかった。え、シルバーラがミックスジュースって打つかもしれなかったんだから。あ、そうか。そうか。ああー、もう思い出した。いけた。ほらミックスジュースシルバーラになるとこだったのに。あ、待って待って、ツイキャスのコメントの方に打っちゃった。なんでだよ。打っちゃった。あ、大丈夫。あ、いやいや、そう。送信してないね。送信してない。オッケー。はい、用意できましたか。はいはいはい、用意できました。3名とも、はい、できたよ、できた。じゃあ、いきます、うん、せーの、どうぞ。おお、綺麗に綺麗にきました。これ3方ともどんな色が好きということでね、はい、あ、リスナーさんみんなどんな色が好きということで、はい、これはね、もうまあ、いいっすね。正解はどんな色が好きでした、はい、ありがとうございます。イエーまあやっぱ言うてね、5年前なんで、まあ覚えてっかなっていう感じで出してみました。そうそう、知らなかったの、ミックスジュース。ほら、絶対ミックスジュースって打ってたよこれね。言っちゃったから、これもうシルバーラミックスジュースだったよ絶対。そっか。そしたら今んとこ10ポイントだったのに、ほんとに。じゃあちょっと次からはヒントメーターのなしでいきます。なしでね。あ、もうペイパル開いとくかな。いやいや、まだまだまだいけるよ。まだいける。全然あるからもう、はい、半分以上あるから。ごめんごめん、あの心の平穏を保ちたいからちょっと聞きたいんだけど、あと何問あるんですか。全部で。今回12問用意します。うん、そう。おお、今回12問。12問。なるほどなるほど。だから3分の1終わったね。はい。はい、じゃあ次いくよ、第5問。第5問。でね。いや、これも簡単よ。簡単だけどみんなにとってはどうかな。はい。アナ雪効果音全部俺、雪だるま作ろうの最後。こんな時、あれがあればの後何と言ったでしょうか。お願いします。 いや、これはこれはなんかもう僕のリスナーさんにとっては、いや、そんなんが5問目なのって感じだったと思うんだけど、うん、この時はシャケミ知らないからね。でも見てない人もいると思うからね、うん、そうそう、見てるか見てないかの話であるから。オッケーオッケー、これはもう大丈夫ですね。やべえ、どうしよう、俺これ聞いてないんだよね、そんなに。え、どうだ。俺が一番聞いたのはあのもうありのままの方やったから、いや、これでしょ、うん、これ、うん、まあ一番こうアナ雪の中では再生数がね高い動画ではあるんで、うん、まあ知ってる人は多いだろうというところです。でも意外と盲点かなと思って、うん、確かに今ちょっと一瞬ドキッとしたけど、あのそのまま文字読んだら頭に出てきたわ。 OK です。 3人とも大丈夫ね、うん、はい、それでは、はい、せーの、どうぞ。じゃあ上、はい、上から読むんですけども、スタンちゃんが金金で合ってますか。うん、お金、うんうん、お金ね、うん、でマルグリちゃんがカイロ、はい、でシルちゃんがこれ何、サスマタ、サスマタ、なるほど、うん、なるほどな、まあ、こんな時あれがあればサスマタサスマタがあればな。なるほどね、なるほど、あのまだ分かりませんからね、まだ分かりませんから、はい、じゃあ正解をまずオープンしますね。正解は、うん、こちらカイロでした。バカ、あちゃおかしいなぁ。いや、あれスタンちゃんシルちゃんね、これ大喜利じゃないから。いや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 、やっぱり真剣に考えてるから、こういう道を進むしかないのよ、うん、え、ちょっと待って、あのリスナーの皆さん、これ僕難しい問題出してますこれね。どう、今んとこ大丈夫だよ俺。マルグリちゃん全問正解だよ、うん、確かにすごい、うん、意外と見てるからね。いや、サービスじゃんこれ、うん、これあれあんま好きじゃないのかな、こんな時、うん、あれがあればカイロです。本当申し訳ないんだけど、うん、あの雪だるま作ろう、俺本家も聞いてない全然、うん、うん、なんだったら俺アナ雪見たことないっていうね、うん、じゃあどうして俺と仲いいんだよ。あれ確かに本当におもろ、うん、いや申し訳ない、あの見てない映画に全く興味を持てないみたいな、そういうとこあるからね。じゃあ次行きましょう。まあでもね、はい、僕もこのネタ動画上げた後に見に行ったんだよね、うん、まあハンデでハンデ、うん、まあ、まだまだね、はい、第6問目やな。あ、やばいやばい、第6問目でございます。はい、はい、6問目は、はい、どうぞ、6問目どうぞ、はい、どん、
これはね、いかがかなと思って。いかがかな、いかがかな、いかがかなと思って。うん、あー、はい、なるほど。問題6、シャケミが一番好きなお寿司のネタはということで。うわー、よろしくお願いします。いや、あの、これはどっちかなと思って。深く考えるのか。うん、どっちなんだろうな。試すな、試すな、試すな、問題で試すな。いや、でも、これは行ったことあるから。あるよ、あるある。行ったことある、一番好きなお寿司のネタ。あるある、行ったことある。うん、待って、俺一緒に寿司食いに行ったことないやん。それはないわ。うん。うん、これじゃない？これ言いそうだもんだって。え、待ってさ、うん、俺ねえ、シャケミと飯食った時にさ、見た魚一つしかねえんだけど、絶対違うんだわ。お寿司のネタですよ。お寿司のネタでしょ。あ、寿司か。お寿司です。うん。え、待って。こんなんさ、何言ってもおもろいよ。いやいやいや。いやいやいや。あれでもね、みんなに言った気がするよ。いや、こんな今。いろんな答え考えたけど全部面白いもんね。いや、知らないよ俺これ。知らないか。うん、ちょっと待って、ちょっとあの、俺を殺しに来てるね、うん、これは完全に。俺がお寿司のネタなんか答えられるわけないじゃん。俺寿司食べたことないんだよ、だって。いや、なんだったらこの4人で寿司食えないんだよ、まず2人食えねえからさ、うん、そうなんだよ。え、なんかさ、前にさ、寿司は食べに行けないけどみたいな感じでね、僕は話したことある気がするんだよな、ね。うん、話したことあるのかもな。配信ではないかもな。うん、やっても4人の配信ではない。でも僕の配信上では行ったことある。もうこれなんだよ、じゃあ。うん、もう多分これ、多分これ言ってそうだもんだって。うん、これだよ、これ、うん、実はこっちにかけるしかないもん。実はこっちなんよ。うん、いや、言ったことないよこんなの。待てよ、こういうとこ2だから、うん、渋めのチョイスだと思うんよね。うん、確かに。これはもう任せるわ。そうそうそう、任せます。いや、これだ。はい、任せます。来た、絶対当たった。うん、もう渋めのチョイスだと思うし、3人ともいいですか。いいよ。あ、いいですよ。はい、行きますよ。うん、せーの、どうぞ。知る。おい、知る。え、味方を発動するな、そこで。そんなとこ被るか、普通ね。すごいね、そこ被るんだね。そこ被るんだね。じゃあ、オープンしますね。はい。あ、またスタンちゃんとシルちゃんが縁側、マルグちゃんがイクラ。はい。あー、なるほど。はい、それではじゃあ正解をオープンします。はい。正解はこちら、はい、サーモンです。ありがとうございます。全員正解です。普通にサーモン好きなんだ。いや、普通に好きよ。あ、そうなんだ。もうこれはキャラとかそんなんじゃなく、あ、じゃあなんかね、王道のサーモンって言っといたら本当に当たってたんだから。いや、一回俺サーモン打った後やめたんだよ。うわー、バカじゃん。でもそんなシンプルな答え来るって、問題6でこんな問題出すっていう深読みしてくるかなと思って6にした。はい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 、はい、いやさ、なんかさ、サーモンじゃなくて、いや全然実は好きじゃないんよみたいなさ。いや、惜しい。あとなんかさ、リスナーのこと考えたりいくらとか言ってそうだなとか思ってさ。なんだそれ、営業じゃねえか。ちなみに俺いくらも打ったよ一回。うん、この心理状況わかります？サーモンで外した時が一番やばいっていう、この心理状況やばい。それサーモンがもし正解じゃなかった時のこと考えたら、サーモンって怖くて打てないんですよ。そうなんだよ。そういう心理をね、引き立たせるためのもう、そう、問題6なんですよ。だからもう縁側でよくね。うん、ダメです。縁側別にって感じです。行ったことねえし、うん、それこそ縁側の味。縁側好きなのは俺です。これマルグリオじゃないです。じゃあ俺20秒やってるじゃん、マルグリちゃんの。でも、うん、じゃあマルグリオだったらまたプラスだったの。そう、うん、今のところ20点だったよ。残念でしたね。はい、次、はい、じゃあ7問目。7問目で、まあ、ちなみになんか炙りサーモンとかトロサーモンとかいろいろ書いてても、まあ、正解にするつもりでした、ね。うん、あ、まあ、サーモンだね、種類が別に、はい、サーモンだからね、全部好きなんで。くそ、じゃあいきますよ。サーモンめっちゃ好きなんですよ。ダダン、はい、ドドン。問題7。来るか、あー来るか。はい、来ましたね。丸に入る言葉は、出てくる。シャキミ、フレンドしたいよ、〇〇〇、〇〇〇って歌ったという問題でございます。あ、うん、はい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 。あのね、やっぱね、曲系は俺はね、やっぱ予習が強いのと、意外とこの時期のお前さん聞いてたのよ、わし。お前さん。あのね、この時代のなんか若者がお前さんって言葉使わないからね。君はアニメを見て見すぎなのよ。お前さん。それ使うの三木慎一郎ぐらいなの。あと佐藤里奈ぐらいなんよ。お前さん。使う人限られてるのよ、この時代に。お前さんって。お前さん。お前さんってさんですよ。まあでも、フレンドしたい、これ出したのはね、最近の配信でマルグリちゃんがね、フレンドしたいが思い浮かんだんだよねって発言した場面があってですね。はいはいはい。あ、これ出してみようと思っちゃった。なんかマイナーの話をしたんだっけな。いやでもこれはね、聞いてたよ、ちゃんと。多分ね、こんなんだったはず。でもちょっとこれは、まあむずいかもしれない。こんなんだったよ、多分。まあ、まあ、今なんだ、問題7か、うん、中間ぐらいまで来たので、ちょっと難しめな感じで。まあ分かる人は分かるかもしれんけど、まあなんかこの辺はね聞いてた。
5分。いやーこれは今は聞いてないみたいな、やめてください。今は聞いてない。この辺は聞いてない、うん、この辺は聞いてた、今は聞いてない、うん、やめろバカロなんで仲いいんだ俺と、やめろ穴行きと最近のやつを聞けよお前じゃあシャケミの穴行きはちょこちょこ聞いてたよ、うん、本家をまた聞いてないっていう、うん、あなるほどね、うん、初期ドラマ聞いといてくれたんだ、これ絶対当たってないわ、絶対当たってないわって思うとさ、寄せに行くのやめたくなる気持ちでもわかるでしょ早くもうペイパル用意しときな、ペイパル用意していただいて、うん、いやなんかねでもねこれは入ってたと思うんだよ、でもなんか全然思い出せない、いやもう、まあ、まだこれは部分点とかないな、うん、はい、いきますよ、はい、いいすいいすここまでいったらもう俺確定じゃないかな、3人とも大丈夫ですか、はいはい、じゃあいきます、せーのどうぞ、あれで、おお、やっぱりね、丸ぐちゃん、丸ぐちゃん丸6つなのに5つでかい、っ待って、待って待って待って、おっとやってしまった、完全に打ち間違いです、やっちゃったこれ、ああ、これはスタンちゃんが絶望感マックス、はい、シルちゃんが絶望的 大衝動、うん、あーやっちまった、もう読めてない時点で違うのなんだ大衝動、あーなるほど、丸ぐちゃんが絶望マックスということでね、はい、じゃあ正解オープンしていきましょう、正解は、はい、絶望感マックスということで、すごい、そんなだったわ、よう覚えてたね、これ覚えてた、絶望感マックスで、これは丸ぐちゃん入らないね、うん、いやこれは悔しいね、丸ぐちゃん、丸ぐちゃん残念、最悪だよ、この10点が後々に響くのか、うん、うるせえ、俺もねあとね本気でやるから大丈夫、残念だな、うるせえ、ペーパル用意して待ってろ、ギクギクギク別の人に立ってる、うん、その言葉は俺に聞く、やめてくれ、俺じゃないっていうね飛び、よし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 、いいぞ、待ってあとでも5問あるんで、うん、はい、まだ全然俺らが、ね、まだ逆転できる、逆転はできるね、うん、に今回200点問題ないよね、いやもうそれは分かんないです、やめろやめてください、やめろやめろ、マジでやめろ、友達やめるレベル、まあ、だったら前回もめちゃくちゃ負けてたのにタングルティーザーを当てたからね、そうなんだよそうなんだよ、そうなんだよ、全然あるんだよ、だから全然ある、全然、はい、じゃあ8問目いくよ、8問目です、うん、いきますと、なんとこのどうぞ、この辺からはなんとですね、ちょっと思考が変わります、はい、思考変わります、はい、あーはい、第3回 UMMM こんなん簡単よ、そんなんが決定戦より TPP は何の略、そこは見てねえわー、こんなん簡単よ、覚えてねえわ、はということでございます、なんつった、人によって違うね、なんだっけな、めちゃくちゃ簡単じゃんこんなの、人によって違いますね、なんだっけな、うーわー、これは申し訳ねえけどスペル全部合ってて10点にしようかな、どうしようかな、きついか、いやいける、なんだっけなぁ、内容が合ってたら5点、これ違う人の回答だわ、待って待って、内容が合ってたら5点、全部合ってて10点、なんだっけなんだっけ、まあこれはまあ割と最近の話ではあるんで、なんだっけ、やばい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 、ちげえわ、シャケミの回答じゃないやつ思い浮かべてたマジ、 TPP でございます、これ3人とも自信ある、全くない、全く、いやねえ待って自信ないのか、じゃあちょっとヒント出すか、これはじゃあ、うん、いいよ、まあ囚われてるんだ、囚われてた僕は、はいはいはい、はい、この辺りの問題あったじゃんこれ、うん、何の略みたいな、はいはいはい、はい、その時に僕は結構囚われてたんですよ、囚われてました、 これ以上は言えないね、囚われてました僕は、この回答の流れに、もう 前後の思いがね、俺仕事帰りで疲れてた記憶しかね、うん、もう本当にこのバカ決定戦の記憶が1ミリもない、うん、TPP なんて問題出たっけって感じ、うん、君が回答した答えも俺覚えてるの、 TPP、 俺なんて回答したんだろう、言っていい、いいよ、ツタヤポイントポンタいやこれはまあ一つヒントで、ツタヤポイントポンタっていう選択肢は消えたから今、じゃでも分かんない、うん、結構僕このバカ決定戦好きでね、まあ見返すんですよ、まあ今、うん、まあ、ちょいちょいね、あそこ見返すけどな、うん、まあ、誰に一番刺さったかって言うと、多分言う通りに一番刺さってたかも、なるほど、あれなんだっけ、そんなだったっけ、なんかそうだ、多分 UMM 側に刺さってたかも、君らは割とノーリアクションだった、だから多分覚えてないんだよ、うん、だから覚えてないんだよ、よしだから8で行ってみようかなと思って、くれよ刺さってるやつ刺さってるやつくれよ終わった、君らね特にそんなに目立ったリアクションしなかった気がする、俺特に刺さってる問題あるんだから、さっき話したろ、そういうのが欲しいんだよ8問目ですかね、じゃあいいですか、皆さん、あいいですよ、打ってますかまだ、はい、あ打てないです、あしりちゃん OK ね、OK です、はい OK です、俺も、うん、OK です、 OK ですね、はい、はい、じゃあいきますよ、せーのどうぞ、はい、
シルバーナ、ハイワンパシフィックピーチ。あーあースタンちゃんが何、トリプルピーパ、パープルピーポー。ああ、yes, yes. トリプルパープルピーポー。うん。あ、3人の紫人間ね。シルバーナが台湾パシフィックピーチということだね。あー、あったあった。マルグリちゃんがトッポを、てっと、え、なにこれ、ポッテがベレタ、トッポってすげーよなーだって。トッポってすげーよなピーどこ行ったんだよ、ね、うん、ピーどこ行っちゃったの。マルグリちゃん予習しない問題ポンコツすぎてやばいな。当てに行け。トッポに TPP 入ってる。トッポに TPP 入ってたわ。正解を発表します。はい、正解は台湾ピーチパークです。そうだった、そうだったそうだったわ。桃に囚われてました、私は。あ、台湾の桃園、そう、桃も覚えてたし、桃園だ。あ、はいはい、台湾もなんか覚えてたんだけど、うんうん、台湾ピーチパークだ、そうだ、うん、ピーチパークね、これはわかんねえや。シルちゃん、でもピーチいけたから、うん、台湾もいけてる。5点あげるよ。ありがとうございます。あなた点数低いし今。あげといても変わんねえだろ。そうそう、シルちゃんあげとこ。いいでしょ別にね、君らあと全問正解すればもう勝ちなんだから。まあそうだ、いやでもやっぱこの台湾ピーチパーク聞いてもやっぱ1名刺さらなかったっていう、やっぱ分かんねえお前よ。真面目にやれよ。、うん、これが刺さる、やっぱゆとりはちょっとやっぱずれてんだなっていう。台湾ピーチパークね、台湾ピーチパークいいでしょ、俺らがやっぱポケットしてた理由が分かるわ、でもやっぱ聞いてると。そうだよ、なんだったらシルの台湾パシフィックピーチの方が面白いって思う。やめますか、シャケミヨ、やめますかね。なんで傷つけられなきゃいけないんですかこれね。別に刺さったか刺さってないかなんてどうだっていいんですよ。お前らが答えられるかって言ったの、お前ふざけんな、次か次まで。誕生日なんだからね。ふざけんな、なんで虐げなきゃいけないんだよ。誕生日なんだからね。気持ちよくさせろ、気持ちよく。これは全然気持ちよく。ハッピーバースデーなんだよ。ハッピーバースデーやろがい。はい、じゃあやろがい9問目。どう、これは答えられてほしいよ。さあ来ました。メモクロ関係の問題です。あ、メモクロ第17ページより、はい、逆維新伝心ゲームで青い食べ物といえばのお題に対してシャキミが答えたものは、いや全然わかんないわ、何でしょう。逆維新伝心ゲームって、逆維新伝心ゲーム青い食べ物といえばで4人とも違う回答ができたら成功ってやつ、はい、全然話せられない時なんだけど、まあるで覚えてないよ青い食べ物、ね、まあこの辺はもうちょっとね難しめですよ、さすがに。やべえかもしれん、さすがに難しめよ、今の問題見て俺ペイパルちょっと登録し始めるんで。はいはいはい、ありがとうございます。いや、これは、うん、このわし、そう、あのね、そうそうそう、異議唱えたくないわし、いけるか、異議唱えてね、多分それこれは、それ青、そうなんですよ、すごいね、そう、あ、あ、ちょっと待って、自分のが思い出した、自分のが思い出した、そうなんですよ、うん、え、待って、え、それさ、異議唱えたの俺のじゃね、え、ミックスジュース。ミックスジュースかな。全然青じゃねえわ。ミックスジュースも入れるものによっては青になるかもしれない、うん、まあ、この辺はまあ過去の記憶なんでね、ちょっとあのまあ僕だったらこれを言ってただろうなみたいな、ちょっと打ったか、お前ら打ったか、打ったよ、行くぞ行くぞ、うん、行くぞ、はい、お母さん人ともいいよ、うん、行きます、はい、せーの、どうぞ、おっ、あー、おお、あー、ダンちゃんブルーベリー、うん、マルグちゃんブルーハワイ、シルバーナブルーベリーということで、うん、はい、あ、そうか、正解はこちらで、あ、間違えた、台湾ピーチパークと、あぶない、あぶない、正解は台湾ピーチパークですになっちゃった、待って、オッケー、正解はこちらです、ブルーベリーです、いやー、あー、よかった、これはね覚えてたわ、うん、素晴らしい、これ覚えてた、覚えて、うん、やばい、お、追いついてきたんじゃないですか、うん、スタンシルが、え、最近になった瞬間俺なんか急に弱くなるの、やっぱさ仕事のせいかな。仕事のせいかな。お前参加してたんだよこれ。そうだ、これはもう仕事のせいだな、これはもうなんか知らねえよとは言わせないからね。この辺ねふわっと覚えてんだけど、マジで俺さメモクロってさその場限りの生き方してるからさ。うん、もう最初はもう、ま、お前はもうマウントを取ってたのに、ね、もう急にやっぱペイパルになっちゃったんだよ、いやでも勝ってるからまだね、まだ大丈夫だよ、俺とただ同率なだけだから、そうそうそう、上二人は心配することないんだって、うん、一番下が気にしてないといけないから、そうなんだよ、なぜそんな焦り始めてんだよっていう、お金貸そうか、うん、最近のようになってしまってからね、貸そうか、うん、マルグリちゃん、うん、そう、後で払うから、それは、まあ、全然ありですよ、それは、うん、代わりに出しといてほしい、
分かった。じゃあ、ね、怖いのは本当に投げるってなった時に用意ができないことだけが怖い。あ、なるほどね、うん、金払うことに何の意義もないんだけど、うん、でもあれじゃん、勝てばいいんだよ、うん、そうだよ、勝てばいいんだよ、勝てばいいんだって。そう、俺はペイパル登録しなくても大丈夫なはずなんだよ、うん、大丈夫、勝てばいいんだよ、うん、いや違う、知ってるから俺ちゃんとシャケ見よう。なんでそんなに保険かけるの。いいじゃん、自分でなんかフラグビンビンだったけどどうしたんだよっていう。なんでそんな弱気なんだよいきなり。俺は大丈夫、シャケミン知ってるはずだ。オッケー、いくぞ、10問目10問目、はい、ブルーベリーはね、シルちゃんが最初に言い唱えたんですよ。それ青いですか。青、青それって、うん、覚えてる。紫じゃねえみたいな、言い唱えました、うん、はい、問題10、メモクロ第4ページより都道府県切り抜き大喜利にて。これはね、はい、兵庫県の切り抜きを見たシャキミが最初に払った大喜利を答えてください。はい、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 なんだっけこれ。これね、はい、いいですよ、もう。お、ただね、すごい汁が追い上げるか。いや、ただ部分点かもしれん。ああ、ちゃんと覚えてるかって、まあまあまあ、うん、これはもう最初期ですね。いや、これはもうこれだよ。あれ、この時ってもしかしてまだクレノアじゃなかったっすね。クレノアじゃないですよ、4ページはまだ。そうだよね、うん。まあ、打ってかお前ら、打ってか、行くぞ。そのちょっと待って、セクな俺は考えていいですよ、考えていいですよ。まあ割と今接戦なんで、もう全然、うん、セクなデウスエクスマキナ。いやいやいや、煽るんじゃねえマジ。さあ、グラブル用語が出てきたところでね。え、なんだっけこれマジで。うわ、確かにグラブルにも出てくる。いや、あれだ、未来日記や。あ、未来日記か、うん、そうかそうか、パズドラにはある、うん、めっちゃ出るやん、うん、デウスエクスマキナはいろんなとこにいるよね、いろんなとこにいる、うん、え、マジ。まあこれはまだクレノア知る前の放送なんで、まあ、知らない人も結構いるか いるかもしれないですね。クレノア結成ってなってから見てくれてる人も結構いっぱいいると思う。そうなんですかね。はい、いけます。皆さんはね、この問題参加してたんで、いけますって言ってミスったらどうしよう、うん、もうなんだったら俺が作った問題やからね、これね。まあ確かに、うん、兵庫県の一番この大喜利企画の一番最初の問題なんだよね、うん、そうだったね。みんスタンちゃんとマルグリちゃんが正解しないとして、私はこれ部分点をもらってもう一問正解したら追いつくから、うん、部分点を視野に入れてるから。さあ、うん、いいですか。じゃあ、はい、いいですよ、うん、じゃあいきますよ、はい、正解をどうぞ。これだよ、ほら。おー、そうだそうだ、ポケモンかもしれない。オッケー、マルグリちゃんがフライドチキン、うん、シルバーナが鳥と丼、ダンジャンが鳥と丼ということでね、うん、はい、正解を発表します。パルシェンとか言ってたわ、それは。正解はこちら、鳥と丼です。よーし、やばいよ。イエシマグちゃん、記憶が鳥と丼か、いや、鳥だったっけ、鳥と丼。いや、鳥と丼言ってたの覚えてたけどさ。そう、今ね、マグマックとすげえ迷ってね、あ、降ってきた途中から、うん、マグマックはね、まあ、ね、違うね、違う問題かも、うん。いや、トリトドンかマグマックどっちかだった。ポケモンめっちゃ言ってたのをすんごい覚えててね。いや、素晴らしい、すごい痛かったね。え、なんでそんなメモクロ記憶あんの、みんな。いや、あるだろう。すごい。てか、いや、あるだろう。てか、俺はあれかも、生放送の記憶してること多いわ、正直。あ、うん、そうかそうか、そうか。俺、生放送何の記憶もないんだけどさ、どうやって喋ってんの、いつも俺。もうこれ、でもね、これはもう分かんないとは言わせないのよ、4人でやってることだから。いや、そうなんだ。共にやってきたものはまだ覚えてるかも、うん、そうそう、共にやってきた問題なんだからね。やめろやめろ、4人の絆確かめるのやめろ、俺マジ覚えてねえんだから。マジ覚えてねえんだからよ。ちなみに、ね、もうフライドチキンは1回も言ってないですね。なんだったら今俺がこれを見ながら思ったこと言ったから。やべえなこれ。セーブしないで全クリするみたいな縛りしてる、うん、マジでさ、ノーセーブクリアリアルタイムアタックだわ。じゃあ行くぞ、11問目、11問目いきましょう、はい、ドン。これは覚えてるかな。さすがにでも、これはリスナーさんには言ったことないです。もう通話で裏で3人に言ってたことシャキミ、その昔新アニメを知るきっかけとなったアニメは。でもこれじゃないの。シャキミがその昔新アニメを知るきっかけとなったアニメはという問題ですけど、これは申し訳ないけどリスナーは分からないと思います。これもえ、なんだ、言ったことあるかな。ないかもしれない。ただ3人にはもうそういう話に1回になって確実にこれは言った記憶がある。え、なんだっけ。まあでもあれだね、そういう年代っていうね、昔なんで。なんだっけ。あ、でも新アニメね、はい、新アニメを知るきっかけになった、知るきっかけになったアニメは、うん、いや、これがあったから、うん、深夜の方、深夜のそのアニメーションにこうズブッといったわけ。これがなかったらもうちょっと後だったっていうか、知り方は別な形だったなっていう、はい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 、はい、ってことは結構バチバチにハマってたってことだよな。あ、これですよ、これ。まあバチバチにハマったと言いますか、なんと言いますか、
だっけ。まあこれは正式名称じゃなくてもいいです、分かれば。正式名称じゃなくてもいい。あ、多分それはヒントになっちゃうからこの先が言えないってことですよね、きっと。あ、そうです。はい、ちょっと待ってください。行きましょう。待って、いや、オッケーオッケー、いいよいいよ、考えな。後輩になってました。汁のさ、追い上げが強い。すごいね、うん、いやでもね、これは違うかも。でもこの話はよく聞くから、うん、もしかしたらそうなのかなって思ってるだけで、うん、うん、やっぱこれがきっかけになったんだよねっていう、あのエピソードを覚えてるわけではない。ほぼ勘。へー、もう違う、本当に違うかもしれない。年代でしょ。でも10年前くらいだよね、多分。10年前。でもこれってでもその当時放映されてたアニメとは感じなかったね。いや、なわけないよ。だってもう知り合った時からオタクだったもんだってね。そうだよ。ってことは俺と同じくらいの時に見てるはずなんよ。これ当たったらでもすごいな。これだ。あ、じゃあ違うな、この答え。なんか言った記憶はあるけど作品名まで言えるかなっていう。あ、じゃあ違うな。まあ、違うわ、外してるわこれ。誰か覚えてるかなみたいな、ちょっと一縷の希望をかけ出したんで、どうかな。うん、はい、まあ、もうわからん。いや、その当時。あ、じゃあ違うわ、じゃあ違う。私間違えましたこれ。お三方いいっすか。はい、いきますよ、せーの、はい、どうぞ。男子校、待って、スタンちゃんが日暮らしの泣く頃に、マルグリちゃんが男子高校生の日常、シルバナが蔵などということですね。なるほど、はい、じゃあ答えを発表します。はい、はい、答えは、うん、こちら、マホラバハートフルデイズです。ありがとうございました。違うわ。違うわ。言ったか。いやー、お三方もうそのタイトルのもう日暮らしも男子高校生日常もクラナドももう全部ハマった後。ハマった後、ね、それもハマってる。もう記憶にあるわ。でもなんか言われた記憶があるでしょ。あるわ。これマホラバが本当にきっかけでさ、うん、あの新井さとみが多重人格で出てくる話で、俺新井さとみ大好きなんだ。そうだ、言っとったわ。言ったよね。うん、ただマホラバって名前覚えてるかなっていう、うん、俺聞いたか。マホラバだったの。マホラバっす。俺それ聞いてないんだけどみたいな。僕はもう本当にたまたま深夜起きてた時につけた時にこれやってて、なんだこの作品はってなって、もう何の前情報もなしに、うん、で見てたら面白かったから、あ、なんかこの時間帯にアニメやってんだってレベルで、うん、で、あ、そうなんだって、あ、いろんなのやってんだみたいな感じでハマり始めた。なるほど。俺結構男子高校生ちょっと隠れ自信あったのにな。男子高校生の日常って話したことあったっけ逆に。見てたの逆に。あ、見てた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 、うん、見てた。なんかさあの、そう、ニコニコ動画でシャケ見て検索して、あの一番再生が古い順って見ると、もう本当にディアトモ3人でクソみたいなアフレコした動画があるよ。あ、そうなの。まず黒歴史なんですけど。10年間にもやってたの。やってました。ディアトモでやってんのがいいよね、すごい、うん、ディアトモス。はい、じゃあラスト問題や。ラスト問題です。はい、ラスト問題。あ、天才いい感じっすね、うん、天才いい感じなんですけど、最後はちょっとやっぱり。よかった、シルがすげえ自信満々に言うから俺どんどん気力そがれてたのに。いやでもそれはね、テクニックですから、自信そぐっていうのは、うん、バトルにおいて、うん、はい、俺プレッシャー、はい、プレッシャーでどんどん役立ってたもん、うん、じゃあいきますよ、最終問題です。はい、はい、お次がドン。これ最終問題でしょ。最終問題です。誰も答えられない。なんだよこれ。大喜利です。なんでチャケミーが言い間違えそうなアーティストの名前を考えてください。考えてください。架空のってことね。はい、はい、まあ僕は今までね、うん、鳥谷ひとみだとか、はい、フジエイルだとか、はい、マリアナグランデだとか、はい、言ってきましたね。はい、頭狂ってんだろマジで最後。お三方がシャケミーの立場になって、うん、名前を間違えて、言い間違いなんかしねえもんだって。シャケミー王なんで、最後は一番誰が一番シャケミーになりきれるかみたいな。なるほどね、はい、これは、まあ、面白さプラス僕が言いそうだなーっていうのをこうリスナーさんの反応とか見ながら点数を決めます、うん、アーティストだ。アーティストっす。アーティストね。アーティストっす。はい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 。なに、実在するやつを間違えればいいの。そうっす。実在するやつを間違えるってこと。そう、実在する人を間違えてください。だ、島谷さん、うう例題として、だから島谷さんがもし、うん、自分の中だったら鳥谷ひとみだっつって間違えちゃったみたいな、そういうあれね。そうです。なるほどね。そうです。あ、趣旨を把握していただけて何よりです。あ、なんか本当にありもしないアーティストを読ませて間違えさせるみたいな。いや、それもうレベル高すぎるやんね。あ、それ違う、うん、言い間違えてください。
じゃあ最後は間違った方をやればいいんだよね。そうです、間違った方を答えてくれる。はい、あどうしよう、これ3人一斉に行くか、それとも1人ずつ行きたいな。1人ずつ行きてえな。どうしようかな、どうしようかな、1人ずつ行こうかな。ちょっと待ってね、本家をちょっと見てくるね一回。あ、オッケーオッケー。まあ最後は誰が一番シャケミになりきれるかなっていうところで。さあこれ難しいな。最高何点にしようかな、30点かな。最後30点ですね。そう、これぞ真のシャケミオでございます。あんま面白くない、あれむずいな。まあなんか面白さも重要ではあるんですけど、なんかシャケミ言いそうみたいな、いや言いそうだよこれは、はいはいはい、うん、そうでこれはなんかリスナーの反応もちゃんと見て決めるんで、これあ言いそう言いそうとか、もう絶対言うよ俺これは、うん、これはみんなもねなんとなくこう想像してみてください。まあか、まあ、さっきも言ったけど過去の例で言うと島谷瞳を鳥谷瞳、うん、はい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 、青いエールを藤井エール、いやもうおかしいから普通に考えてね。どうしたらそんな間違い方すんねん。いやなんか似てない、だって草冠だよ、うん、青も、うん、青いの青も藤井の藤も、うん、じゃあ一人ずつだからその辺も、ね、うん、じゃあスタンちゃんから見ようかな。あ俺から行く、じゃあスタンちゃんから行って、行くよ、はい、もうできてる感じ、俺できてるよもう。あ、待って、3人とも用意できてる？できてない、全然できてない。いやいやいや、まあ、じゃあ待ちましょう。なんか参考、なんかかんもう考えておいてドンしないと、うん、なんか最初の人の見て傾向を見て変えたりできるから。あ、そう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 、いや、いや青と富士似とるがな、ちょっと遠目で見たらだってごちゃごちゃしてて分からんもんこれね。それはねえよ、うん、突っ込ませんじゃねえ、考えてんだこっち。ガチだぞガチ。かかってますからね、楽しみだな、楽しみだな。藤井エイルおもろいなマジで。ジヤジヤくるな、なんか面白いわ本当。藤井エイル、でも最近だとアリアナグランデをマリエね、マリアナグランデ、マリアナグランデ、うん、いやそういうねってなんかこう些細なのがねむずいわ、うん、うん、些細なの狙ってやれっていうのはここなんですけど、まあシャケミヨウなんで、うん、僕の好きなようにちょっとやらせてください。そうだね、やらせてくださいね、うん、楽しみだな。悩んでるめっちゃ悩む、俺は迷うよな、うん、もうなんか降ってきたよ俺は、うん、俺は迷うよな、降ってきた、降ってきたよ俺は、もう絶対言うもんこういう風に。まあでもスタンちゃん強い気がすんだよなこういうの、確かに。まあ一番安全圏ではあるから点数的には、うん、スタンちゃんが。俺もう1位の夢ついてたもん。いやそんなことないよ、そんなことない、うん、最高30点ですけど、もう本当に度肝を抜くような、もう度肝抜かれたらその限りではないんで。もう度肝抜ける一言言える気しねえわこれ、むずいな、何点かな、あ、まあ、多分だけど多分最初に出す人がこう基準になりがちなので、うん、まあじゃあ一番点数高いさんからかなっていう感じ。なるほどね、うん、あ、はいはい、やばい全然おもんない。いや、うん、待って待って待って、別にお僕もおもんないのよ別に藤井エイル、うん、でもなんかだんだんこうじわじわ来るみたいなさ、うん。でも狙ってねえかんな。狙ってるわけじゃないんだよな。はい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 、まあちょっとこれはやりそうだなっていう、うん、ですか。じゃああとどうしようかな、 1,2 分くらい待ちますか、うん、ちょっとそれでタイムアップします。はい、はい、タイムアップとします。これ、あ、知らないんだよな。このアーティストさんを知らないだけに笑えないっていうのがあるわ。絶対やるんだけど、お酒は多分絶対これやりそうなんだけど、
知らねえって誰だよみたいな。いやどうだどうだ、楽しい楽しいな。僕は超楽しいですねこれは。あこれやりそうだな、お酒やりそうだけど大喜利仕掛ける側超楽しいですね。いやほんまにこういうのはね、はい、ちょっとなんかないタイプの大喜利だな、やったことないタイプの大喜利、うん、アーティスト名をもじるなんてなかなかやらんからね、うんうん、時間は与えてるんでね、うん、もう俺、はい、もう待ってる側だからずっと。あオッケーオッケーオッケー、うん、あオッケーオッケー、うん、ちょっと待ってじゃ、うん、今打った。じゃあスタンちゃんからいきますよ。いやじゃあちょっとシチュエーションも入れていいのこれね。シチュエーション、あ、いいっすよ、いいっすよ、うん、でこういう感じで間違えるだろうなってね。そう、シチュエーションとかあるのか。じゃあ行くよ、うん、いいっすよ、じゃあ、はい。いやマジさ、マルグリちゃん、あ、いやオリコン昔めっちゃキッスやね、俺らね、ほんと昔の人だ、うん、うん、そう、キッスやね、やっぱ。じゃあれめっちゃバズっすよね、あれね、一時さ、クリスタル、ね、クリスタルキーの恋に落ちたら、うんうん、クリスタルキー、クリスタルケイ、うん、はい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 、おお絶対言いそうじゃない、おお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 お感心しちゃったらダメじゃんね。おおちゃうねちゃうね、そこなんよ、うん、いや足でも今すごいと思っちゃった。おおおおおお、これとりあえずリスナー的にはどうですかこれ。これちなみに俺今シャケミだったからね俺、うん、おおおおおお、全然リスナーから反応が来ない。なるほどなしか来ない。なるほどな。終わったんじゃないこれね。なるほどな。いや、なるほど。言いそうやん。なるほどなっつって。言いそうだから、もうダメだね。いや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 、うん、あのね、言いそう。うん。クリスタルキーって言いそうでしょ。いや、ケイだからってもう突っ込むとこまであるでしょ、まあうん、小学生くらいの時はね。うん、まあ、この字面を見て、うん、キーって言っちゃうみたいな。はいはいはい。いや、あのね、あるわ、うん、あるある、はい、あると思う。もうクリスタル系そんな聞いてなかったんで、うん、口に出すことあんまなかったよね、うん、クリスタル系っていう、うん、キーでしょ、だからね、話題に出すこともなかったんですけど、うん、鍵になっちゃった人がね、うん、でも文字、はい、15点いこうかな、どう、15点、やら、言いそう、言いそう、うん、言いそう感あったっしょ、すごい言いそう感あった、さすが、うん、これ基準ってことで、うん、まあ最初はそうなっちゃうんだよね。そう、最初はどうしてもね基準点を作んないといけないから、そう、2人これを超えていかないといけないからね。ああいや、なるほど、私シチュエーション用意したから。何シチュエーションみんな用意してんの、うん、なんでそんな用意できるの。シチュエーションの元決めたから。ああ言いそうだな、いつもより用意してもそのままパチンで一発で打ってもいいですよ、はい、じゃあおしる、どうしようかな、シルちゃんがいいのか、いやシル最後じゃない、シル最後、うん、点数低いから、うん、グリちゃんじゃない、はい、うん、はい、どうする、パンって出す、じゃあ、うん、じゃあまあ俺はパンと出そうかな、どうしようか、うん、それではグリちゃん、せーのどうぞ。リトルグリーンモンスター、ええ、あーグリーか、そう、え、あ、リトルグリーンモンスターね。あー待って、俺リトルグリーンモンスターだと思ってたわね。スタンちゃん号決定戦か。あれいいだよ。あ、N なんか リトグリリトグリ言ってるから、あ、なるほどね。あれ最近さ、リトグリ来てるよね。おー、リトルグリーンモンスターモンスターね。あー、いいそうだえ、シャケミ何つった今つって、うん、リトルグリーンモンスター、グリーンモンスターでしょ、グリーンモンスター、ね、俺もだって、え、グリーンじゃないのお前らかよみたいなこれさ、別に、ま、言い間違い僕もするかもしれんけど、意外とみんな間違えてる説あるやつ、ね、あるわ、うん、確かに間違いあるあるみたいになっちゃった、ね、うん、いや、でもいいそう、俺も間違えてたもんこれ、そうそうか、リトルグリーンなんだ、僕の間違いって間違いあるあるの間違え方ではないですよ、うん、うん、あ、なるほどねやめろ、みんな間違えるんじゃねえよ、リスナーでもいるよ、だってグリーンだと思ってましたってね、そう、青イエロー、藤イエローと思ってた人はいないでしょ、だっていないそれは1ミリもいない、いないでしょ、うん、うん、悲しいけどいないでしょ、うん、でもリトルグリーンモンスターはいるもん、もう普通に
普通に僕じゃなくて間違えちゃう。何パーセントいるから結構これ。うん、何だったらいいの。リスナー票もちょっと加算していただいて。リスナー票加算したらグリーンだと思ってましたからこれ。やめろやめろやめろ。やめろ。うん、いやちょっと勉強になったわ。ありがとうなんか。うん、誰一人まずグリーだったんだ。へーみたいになってるから。うん、そう。おいおいおい。そういう大喜利ではないが、でもまあ。まあまあまあ文字面だけ見たらまあ確かに言い間違いはするよねって感じ。いやでも絶対間違いでしょ。間違い筆頭でしょ。うん、うん、びっくりしたわ。みんなからそんな反応来ると思わなかったわ。そりゃそうや。そうこの大喜利ってそんな間違いせんやろみたいなのとそう感じだからね。うん、あー無事なー。おいおいおい、みんな逆にしっかりしろよ。10点で。嘘だろ。おー、10点、まあ、10点、まあまあまあ、そう、これは確かにそう、丸くんちゃんとしてはみんなしっかりしろよって感じ。いや、これは普通に言い間違えるなっていう。びっくりしちゃった。さあ、シルバーナが最高得点を出したらまた丸くんちゃんが5000円を払うことになってしまうと。いやね、そう、あ、まあ15点差でしょ。スタンちゃんが15点だったんだよね、さっきね。そう、だからまあ普通にあうまいってなれば全然15点あげるんで、ね、うん、知らないアーティストを使ってなれば、知らないアーティストを使っての挑戦です、シルバーの選手。ただリトルグリーンモンスター、あ、私も間違えてましたって感じだと10点になってしまうので、うん、そこで、うん、よし、逆に、ね、じゃあ出してしまいましょう、うん、はい、行っていいですか。あ、ステーションありでしたっけ。あ、ステーションありです。あ、オッケー、じゃあどうぞステーションあり。、うん、やってみてください。まあよく我々ね、スタンちゃんとかがこういろんな見つけてきて貼ったりするわけですよ。うん、そうですね。うん、いやさ、めちゃくちゃいいアーティストさん見つけちゃったよーつって、これはさ、後で聞いといて。うんうんうん、オッケーつって。ああ、なるほどね。うん。あ、柿本くるみ。誰だった？え？え？マジで誰？誰？ちょっと調べます。え？誰っていう反応になっちゃった。じゃあ、榎本くるみ。あ、その人間違えるよね。誰って。榎本くるみさんや。榎本くるみさん、俺初めて聞いたんやけど。うん、わしも初めて聞いたわ。邦楽アーティスト一覧で調べて、うん、普通に読み間違えそうな人拾ってきただけっていう。やべえよそれマジでね。うん、うん、榎本くるみさんマジおすすめなので聞いてくださいだって。これ、はい、いいっすか。うん、はい、いいっすよ全然。これはもうちょっと無慈悲なんですけど、はい、ゼロ点です。あ、そりゃそうや。しかもなんか間違いなさそうだし、柿本なんて読まないだろこれね。夏本とかならありそうだけどね。夏本はあるね、うん、そうそうそう、夏本夏本だったら多分20点だったんだろうな、多分。うん、夏本は確かに、うん、なるほどね。あの、ごめんごめん、これはあのゼロ点っす。いや、これ待って待って、これはまあまあゼロ点なんですけど、じゃあ リスナーの中でじゃあいいよ。じゃあ、あの、いや、ゼロ点はひどくないですかとかいる、これ。いや、むしろこれポイントちょっとくれる方がひどいんだけど。そうだね、なんか慈悲なく行くにはもう首を一発で落としてあげた方がいいです。一発で落としてくれよ、だったら。うん、これはゼロ点。これはゼロだろう。うん。あ、ゼロですかね。一点とかやめろ。いや、ごめんね。違うのよ。これ一点の方が地獄ないよ。そうないよ。いや、これはもう、うん。まあなんかね、名前からしてね、ロッキングオン TV とかね、出てきそうな気がするけど。うん。へえ。そっか。最近じゃなくて。いや、わかんないだ、うん、柿本くるみさんね。誰だよって言って。うん、誰、3点もいらんのよ、だから。
やばい、死体蹴りをして、死体蹴りになってしまって、やめろよ。まずね、うん、ミルクさんから3点だからね、くるみさんとちょっと名前似てるし、うん、無慈悲だからね、あの、うん、確かに榎本ミルクだったらまだあーあったかもしれない。これ榎本ミルクはね、模索するな、模索するな、模索するな、さっきの夏本か、まあ、ミルクだったらあったかもしれない。俺昔めっちゃ CD 買ってたんだよ、くるみ炭酸の CD っす、いやグルタミンさんだよみたいなね、うん、くるみ炭やめろ、それ角立つだろ、やめろマジで知り合いやめろ、知り合いやめろマジで、それは角が立つやろが、減点するぞ10点減点するぞ。でも1位なんやな。でも1位でも1位はいはい、というわけで、はい、問題以上です。はい、問題以上問題以上です。というわけでポイントを見てみましょう。スタンガンが75点、グ、はい、リちゃんが60点、シルちゃんが45点ということで、はい、ありがとうございました。まあ当然っすよこれは、正直。いや、うん、マジ生放送の方だ、もっと見とけばよかったな。これ当然っすよ、もう何年一緒に活動してると思ってんすか、ほんと。てかスタンガン王もさ、シャケミーが勝ったしさ、スタン、うん、シャケミーをスタンガン勝つみたいになまあスタンガンの時じゃんけんだったけどね。あ、まあね。いやー、これなんか車検がねやり合ってる感じになりますけどもね。はい、スタンガン優勝です。おめでとうございます。俺結構自信あったらいいな。いや、グリちゃんすごかった、最初連続5問正解だからね。でしょ、うん、あれなかったら俺死んでるよ。いや、ちゃんと予習をしてきたんですよ、偉いなと思った。それね、偉い、偉いね、全然最初の方 の、 あの動画系の全く分からんかったもん、ほとんど。いや俺マジね、アンチビートに関する問題がねどこかに絶対来るんじゃないかな。ありそうだった正直、うん、あーでも悩んだよ、悩んだ悩んだマジで。俺ね、マジアンチビート周辺見てたから、見てたからね。アンチビートの問題ってどう出せばよかったの、投稿日、投稿日、ね、アンチビートの、うん、むずすぎないそれそれこそむずすぎないかな、うん、5000ポイント購入させていただきました途中からどんどん雲行きが怪しくなっていったシルちゃんだって、そのままズルズルいっちゃったね。まあしゃあないね、うん、いやもうこれは悔いなしですよ、最後は0点ですもん、あれなんやねん0点って風評被害ね。いやまあ大喜利0か100かはいいんじゃない、なんか中途半端になる方が、うん、ちょっとさあれだったと思うし、俺、リトグリもうちょっともらえると思ってたんだ。リトグリなんかみんなも、ね、あ、みんなに刺さりすぎちゃったんよ、うん、みんなに刺さりすぎた。やっぱちょっとニッチに行かないとね、クリスタルキーみたいに。いいですか、うん、趣旨がそこじゃなかったんですね。いいですか。いいですよ。はい、皆様、はい、それではね、まあ万発ゲームということでね、はい、皆さんのアカウントに録画の準備をねしておいてください。まだね、降り注ぎますよ、はい、これ、録画見た人全く分かんないんでね、うん、はい、オクタバク500送らせていただきます。すみません、お願いします。はい、さあ何が降ってくるんでしょうか。あ、これ待って、遅れてない、なんで、おやおや、ポイントあるよね、ポイントあって、これを送るでしょう、うん、オートチャージを設定して送る。あ、オートチャージ設定してないからか。あ、なるほど、はい、あ、しないとダメなんっけ、あれ。そう、うん、あ、待って、BGM 変えるか。あー、ちょっと待って、これいいよ、また、またやっちゃった。やっぱこれの時はもう流れ変えねえとな、やっぱドゥルルル、未だに UC 使ってんの我々ぐらいじゃねえ、でもね。いやいや、でもこれやっぱ使ってないと名曲だから、やっぱ。いやいや、使っていいんだけど、そう、なかなかもう使ってる人見なくなったからね、 UC も前はね、この UC が終わる頃にマイリスを増やしてくださいみたいなやつだけどね。ちょっと待ってもフレノワ、フレノワ、フレノワ。でもなんか接戦でよかったわ、ある程度ね。うん、これでなんか100対0みたいになったらさ、なんかもうどうしようかと思ってたのにいやでももうちょいいけたな、でも、うん、そうだね。いや、そんなさ、めっちゃべらぼうに難しいって感じの多分問題じゃなかったと思う。いや、花雪もっと見とくべきだったね、うん、そうね。序盤予習してたらね、あれはもう100点余裕だったよね。え、確かに、だからそう、予習してれば上はいける問題にしたい。まあ、うん、事前に言ってあったしね、しゃげみをやりますって、うんうん、でもやっぱ台湾ピーチパークはね、あんま面白くなかったっていう。やめろお前は掘り下げんじゃないわよ
UMM には刺さってたんです。ねうん、UMM とあの問題作ってたエクレアさんにあの刺さってたんですよ、ね。ああ、なるほどね。ちょっと、うん、笑いのレベルが低いのかもしれない。おい、ふざけんじゃん。どっちがだよ。どっちがだよ。まあ、彼らちょっと、あれだからね、うん。その想像力が豊かだから。ああ、なるほどね。なんか笑えちゃうんだろう。うん、台湾の桃園想像しちゃった人には受けたかもしれない、ね、いや多分ユトリンがめっちゃ一人でツボってたその笑い声を聞いて笑ったモルデオを見たムネさんはとりあえず笑っとかなきゃって笑ってただけだよ多分あ、まあ、やつは多分理解してねえだろう、ね、やめろやめろ考察し始めるあれこれやめろドミノみたいなやめろ笑いのドミノ怒ってねえわ全員刺さっとんねんちょ聞いてみるわ今度、うん、やめとけって、うんえ、なんかオートチャージ設定したのに、なんかオートチャージを設定して送るみたいな、なんか。あら。送れないんですあれなんでだ設定したんだけど。ちょっとリスナーさん、お茶バッグってどうやって投げんのお茶バッグってどうやって投げるんですか更新は更新して。お茶バッグってどうやって投げんのオートチャージを設定して送るって押して、ツイキャスって難しかったのか。これ月5000円までチャージとかにしないとダメってこと？あ、設定しました。これでいけんのかな？一応設定してます。あ、いけます。いけます。オッケー、じゃあ BGM 止めるよ。はい。流すよ。はい。タイミング合わせて投げてね。これな、はい、そっち流すから。お願いしますね。はい。はい、さあ、本日の鮭ミーヨーですけども、皆さん楽しんでいただけたでしょうか？はい。今からね、はい、凄まじいものが流れると皆さんコメントね、ざわざわの流れが、うん、楽しんでいただけたでしょうか。いいコメント幸いなんですけどいいね。シェルちゃんが罰ゲームということで今からおそらく500をこの放送に投下することになります。よろしくお願いします。どうぞ。あー降ってきちゃったねこちらね。結構すぐ落ちてきてますよ。早いんだよね。結構早いんですよねこれね。ラグあるかなと思って結構すぐちゃんと、あと結構残るんだよね。お茶箱500ちゃんと流れたね、うん、いやーありがとうございます。はい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 。いや、やっぱユニコーンいいね。やっぱうん、そうね、全部面白くなるもんだって。うん、うん、いい。危なかった。すぐにパッて流し合わなくてよかったわ本当。だからね、人によっては顔面が組体操してるんでね、まだうん残ってるんですよゴミが。なんだこれ、ちょっと四角くって等間微妙にできてないのがいいよねこの。すっげえ。あ、できてなかった。あー、ね、あのあれなんですよ、なんか右の方に位置してて僕。あー、なるほどね。カクってやってる。あ、四角だけじゃなかった違うわ。そうそう、等間できてるわこれ。いやー、恐ろしいわ。まる、あ、いなくなった、全部。あ、いなくなったね。はい。はい、散髪中の僕でした、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの眉毛ブリーチしてる時の僕でした、ありがとうございます。本当に。はい、じゃあというわけで締めますね。はい。はい、一旦ね。はい。以上、シャキミヨ決定戦でしたー。じゃじゃん。はい、ということで、はい、いや、おもろかったな。うん、面白かったね。はい、やっぱいいですね。いや、おもろいわ。何々を、何々おもろいね、やっぱね。何々をいいね。何々をおもろい。おもろい。やっぱクイズってね、やっぱ好きなんよ。なんだかんだ。そう。うん。なんか見ちゃうよクイズってなんか。そうだね、うん、あとまあやっぱりやってみて思ったけど自分問題にすんのすごい難しいね、うん、難しいんですよ、うん、なんかさ、確かになんかこう当てさせないための問題ではあるけどなんか当ててほしいっていう願望もあるからさ、うん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 、なんかそんなに難しくもしたくないんだけど難しくしないとなんか配信的に面白くならないし、うん、みたいな、うんうん、半分難しいよね。そう、むずいのよ。そのそう、いやだって俺なんかあれ俺の時あれ1時間で考えてるからね全問。
3時間ぐらいかかったんだよ、うん、あれだよ、だって配信の1時間前に今日これやるのいいんじゃないってシルちゃんによると、あ、いいじゃん、今から問題考えるわみたいな。あ、そうじゃん、そうじゃん、そうだよ、あの流れだったからね。やっぱ事前にこう考えられるとまた違うかもしれないねっていう。スタンちゃんの時はあれだと思うの、俺にオタクを教えてくれたやつは誰みたいな感じだと思う。うん、知らんがなみたいな。石井くんね、うん、石井くん、石井くん、ちゃんと覚えてるしね、石井くん、はい、配信で1回で切ったわみたいな。そう、石井くんはもう最近全く会ってないね。もうなんか友達の集まりにもね、来なくなっちゃったっていう。あら、うん、なんで石井くん話してんねああそうですかってなっちゃうはい、まあ、最近ちょっと大喜利やってたんで、大喜利を採用させていただきました。最後はい、点数調整にもなるしという感じで、はい、ワンカップです。はい、ありがとうございます。で、はい、次週はですね、最後です、2020年。おぉ、はい、ね、最後ですよ、次週。はい、なんで、まあちょっと1年の振り返りみたいなことを、うん、ちょっとまあ4人でね、ちょこちょこやろうかなという感じで、うん、まあこういうことあったなとか、こういうのあったなってちょっと振り返りながら、そうですね、なのでお便りも募集したくて、うん、メモクロの中でなんか面白かった回とか印象に残ってる回とかを書いて送ってください、うん、はい、うん、まあだから来週はちょっと多めに読もうかなっていう。ああそうだね、うん、なんで結構こういっぱい送ってください。いいっすね、ぜひ、はい、うん、はい、締めくくりなんでね、はい、締めくくりということでいっぱい読もうかと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして本日は、反省会はちょっと変わりまして、はい、シャキメが今日はやる、はい、僕やります、いただきます。僕やります、はい、まあ、主役なんでね、もう誕生日終わっちゃうんで、本日の主役はあと30分で終わっちゃうんで、はい、あと30分で終わっちゃうんでね、あとギリギリまでちょっと主役で、うん、やるって感じですが、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ遊びに行ってください。行ってください。こちらです、と、はい、あ、ありがとう。では、はい、そんな感じで締めますか。はい、あ、楽しかったオッケー。それでは皆さん、いつも握りますよ。はい、あ、噛んじゃったよ、すごい、うん、なんて言ってか全然分からない今、ロイドライブですってね、うわ、ザゼルショールステイみたいなね、うん、ザゼルショールステイ、はい、あ、レトログリーンモンスター、はい、でいきますよ、せーの、おっ、おつくろー、柿本くるみー。